白川。皆さんこんにちは。和品川ニュースの時間です。ではラインナップをご覧ください。トップニュースは集まれエバラの話題をお伝えします。トピックスではエシカルイベント in 品川、サステナブルイベント in 戸越の話題を、その他ご覧の出来事をお伝えします。ではトップニュースです。集まれエバラの話題をお伝えします。10月22日武蔵小山駅周辺などで集まれエバラが行われました。このイベントは町ぐるみ文化イベント2023の一環として開催。アート、音楽、食、発明、見つけるドキドキ、感じるカルチャーをテーマに、地域のクリエイター、お店、施設が一体となって作り上げる参加型イベントです。パークシティ武蔵小山ザ・モールのミニステージでは、多彩なアーティストたちがさまざまなパフォーマンスを披露。セレモニーでは森沢区長が、エバラ地区における文化芸術を大いに楽しんでくださいと挨拶をしました。さらに盛り上げていただければと思います。スクエアエバラでは、区内で活動しているアーティストによるワークショップのほか、子どもたちが自分でお店を出店する子どもマルシェなども実施。平塚ホールではダンスパフォーマンスやミニコンサートが行われました。また銀剣士武道大会が荏原文化センターで行われるなど、カルチャーがいっぱいの荏原地域を一日中楽しむことができるイベントとなりました。次はトピックスです。エシカルイベント in 品川の話題などをお伝えします。10月22日中小企業センターでエシカルイベント in 品川が行われました。このイベントは社会、環境、人、地域に沿ったさまざまなコンテンツを通し、持続可能な社会の実現に向けてエシカル消費の重要性について発信することが目的です。ステージでは落語家の立川ガジラさんが、 SDGs エシカル消費って何、私たちのできることと題した落語を披露。先生、水泳の先生。続いて森沢区長と品川観光大使シナモロールが登場しました。また西アフリカベナン共和国伝統の布バティックで作った衣装などを紹介するエシカルファッションショーも行われ、森沢区長もその衣装に身を包んでいました。エシカルの選択肢につなげるお洋服がたくさんあって、なんか選択肢の一つして今後考えたいなと。バティックを使ったブティックアフリクルを主催する沖田さんと、女形芸者の松野谷栄太郎さんによるファッションとジェンダーをテーマにしたトークショーのほか、おもちゃの病院やエシカルコーヒーの試飲なども実施され、エシカルについて学びを深めることができるイベントとなりました。10月22日環境学習交流施設エコル戸越などでサステナブルイベント in 戸越が開催されました。
このイベントは10月の食品ロス削減月間に合わせて品川もったいないプロジェクトの一環として行われ、テーマは食とフリマでもったいないを考えよう。食品ロス・リサイクルについて考え、持続可能な社会の実現を目指すことが目的です。戸越公園ではスペシャル企画として久保天気さんによる出張紙芝居が行われました。エコル戸越では楽しく学ぶ野菜の力と題して、野菜を残さず使う活用方法を楽しく学ぶクイズやワークショップを開催。他にも文庫の森でフリーマーケットが行われるなど、サステナブルについて考える一日となりました。私たちも自分にできる SDGs を考えていきたいですね。続いて地域のイベントの話題を3つお伝えします。10月21日と22日の2日間、五反田文化センターでふれあい文化祭が行われました。これは楽しい出会い、みんなの広場をサブテーマに、五反田文化センター利用者団体協議会に登録している団体が一堂に集まり、活動の集大成を発表するイベントです。会場ではさまざまな団体が1年間の成果を発表し、ステージでは演奏やダンスなどが披露されました。最初は緊張したけれども、最後の方だと、あ、なんか楽しいなとか思って5階のプラネタリウムでは、10月21日がプラネタリウムの試験公開から100周年であることを記念して、プラネタリウムの歴史に関する展示が公開されました。なんかね、初めてのがいっぱいだ。10月22日、豊水小学校で大崎第二地区の運動会が開催され、地域の方などおよそ650人が参加しました。競技はお金とカゴを持ち、カレーの食材をゴールまで運ぶ初めてのお使い、ラグビーボールをホッケーのスティックで転がしてゴールを目指すホッケーレース、リレーしながら風船をお尻で割る血圧測定リレーなど6種目を実施。晴れ渡った空の下、子どもから大人まで一緒に競技をしながら交流を楽しんでいました。10月22日、西小山駅前広場周辺で西小屋祭りが行われました。このイベントは多彩なクリエイターたちが荏原のお店や施設と作り上げる参加型イベント、集まれ荏原と連携して開催。やったね。オープニングセレモニーでは森沢区長が、品川区では区が誇る財産である歴史、文化、アート、商店街などの魅力をつないだ新たな都市ブランディングの実現を目指していますと挨拶をしました。実現を目指しております。引き続き皆様のご協力のもと進めていきたいと思っております。周辺各店舗でカレーをテーマにした料理が楽しめるカレーフェスが行われたほか、西小山駅前広場では地域の飲食店などによる西小山マルシェを実施。なんか年々盛り上がっててすごいなって、びっくりしました。今年もすごく盛り上がってて楽しいです。この後また回って買います、食べます。またステージでは地元で活躍する団体に加えて、
品川ゆかりアーティストたちで結成したバンドが演奏したほか、品川観光大使のシナモロールが品川区オリジナルソング笑顔の魔法に合わせて可愛いダンスを披露しました。地域が盛り上がると品川区に活気が生まれますね。続いて地域の防災に関する話題を3つお伝えします。10月19日品川産業支援交流施設 SIP で大崎駅周辺帰宅困難者対策協議会の訓練が行われました。同協議会は平成30年度に大崎駅周辺の事業者や団体などが協力連携し設立、災害時における駅周辺の混乱防止と安全確保を目的に活動しています。今回は首都直下地震が発生し公共交通機関が停止した想定で訓練を実施、活動拠点立ち上げ方法の確認のほか、発災による公共交通機関の運休や帰宅困難者の状況について情報の収集や整理を行いました。10月20日大崎第一地域センターで五反田駅周辺帰宅困難者対策協議会の訓練が行われました。掲示板にもこの連絡を出すという方法もございます。同協議会は大崎駅と同様に平成30年度に五反田駅周辺の事業者や団体などが協力連携し設立、災害時における駅周辺の混乱防止と安全確保を目的に活動しています。この日は活動拠点の立ち上げや区との情報伝達訓練を実施しました。一時滞在施設が開設されています。合わせて五反田駅周辺の被災状況や滞留状況などを確認し本部と情報を共有、最後に訓練を通して見えてきた今後の課題などを整理し訓練は終了しました。こちらに来れるのが10月22日第二円山小学校で荏原第二地区の総合防災訓練が行われました。ただいまより防災訓練を開始いたします。この訓練は自分たちの町は自分たちで守るという理念のもと、地域の防災意識を高めることを目的に主に3つのコーナーからなるコーナー訓練を実施、震災資機材取扱いの説明や展示などを中心とした救出訓練コーナー、 AED 操作方法を学ぶ応急救護訓練コーナー、消火器やスタンドパイプを用いた初期消火訓練コーナーを回りながら参加者たちは熱心に訓練に励んでいました。そうですね、今までこういう機会がなかったので子どもと参加してみて、まずは子どもと守れ、子どもを守れるように訓練を続けていきたいなと思いました。またミニポンプ隊、区民消火隊、消防団による一斉放水も行われ日頃の訓練の成果を披露しました。続いてその他の話題を4つお伝えします。10月21日荏原文化センターで秋の子ども読書の日フェアが行われました。このイベントは子ども読書活動推進事業の一環として実施、10月27日から11月9日までの秋の読書週間に合わせ子どもがいろいろな本に触れもっと読書を好きになるようにと毎年この時期に開催されています。この日は人形劇やわらべ歌遊びのほか科学工作遊びなどを実施、でも苦い、ね、苦いです。
会場を訪れた子どもたちがいろいろなジャンルの本と出会えるイベントとなりました。豆じゃ豆じゃ、あのね、面白かった。なんかお歌始めた瞬間からピッて耳が向いて楽しんで参加できてたなって思いました。10月22日障害児者総合支援施設グルッポでグルッポ祭りが行われました。このイベントは地域の方々に感謝の気持ちを伝えるとともに施設に対する理解をさらに深めることが目的で、今回が初開催です。開会式では森沢区長が障害のある方もない方も共に暮らしていける共生社会を一緒に作っていければと思っていますと挨拶。一緒に作っていければというふうに思っております。会場にはさまざまな模擬店が設けられたほか、ゲームを楽しむことができる子ども遊び広場もあり、楽しみながら福祉について学ぶことができるイベントとなりました。10月22日品川総合福祉センターで品福紅葉フェスタが行われました。このイベントは施設利用者の文化的な活動の促進向上を目指すとともに、地域の方と施設利用者の交流を通して施設に対する理解を深めることが目的。今年のテーマは地域とともに40年、地域の絆に感謝してです。よろしくお願いします。ステージでは八潮学園吹奏楽部、品川総合福祉センター森の光、八潮大校の会の皆さんがパフォーマンスを披露。また施設利用者やその家族、地域の方々による着物リメイクファッションショーが開催されたほか、多数の模擬店が軒を連ねるなど、会場は大いに賑わっていました。クイズとかに答えたりして、お菓子とか風船とかもらえたりできたのが楽しかった。みんな子どもたちも楽しんでいて、新しくこういうショーとかも初めて見た感じなので良かったです。10月26日、五反田文化センターで品川学びの森専門講座、名作で綴るショパンの生涯が行われました。これは区内の文化センター、大学、史跡などを学び屋として、あらゆる世代の方々に多彩な生涯学習講座を提供する品川学びの森の一環として開催。全5回の講座と生演奏を通してショパンの生涯と音楽について学習します。第1回目のこの日は、初めに東邦学園大学の西原名誉教授が若きのショパンの歴史などについて解説。だからね、なんかどっかまた悲しみがありますね。続いてピアニストで専属学園大学非常勤講師の森田彩さん、バイオリニストの瀬川さくらさん、チェリストの村松さとみさんがショパンの曲を演奏しました。音楽をこう講義で聞くっていうのが初めてだったので、まあ、また機会があればぜひ参加させてもらいたいなと思いました。ショパンはあんまり聞いたことなかったんで、今回改めて今後も聞こうと思いました。ショパンの音色はやはり素敵ですね。私も久しぶりに聞きたくなりました。今回のニュースは以上です。この後も品川ホットホット、お楽しみください。